ちょっとだけなんか準備配信でも雨だね。そういえば雨降っちゃってますけど、皆さん大丈夫ですか？ホクピグさん、トマさん、ありがとう。大丈夫かな、足元の悪い中ちょっと会場に来ていただくけど、明日も雨？なやだ、本当に勘弁してほしい、本当に勘弁してほしい。MJ さん、ありがとう。タータンさん、ありがとうございます。まあね、会場入っちゃえばね大丈夫だとは思うんですけど、ちょっとそれまでが心配ですが、気をつけて来てください。傘いるよね、多分いりそうです。え、アクリル板ないのかな。マジですか。私も何も聞いていないんですが、セレクト迷う。ありがとう、嬉しい。でもお見送りなんて言ったか、トマトって言っただけ。ないのかな。今日初めて、あ、チーク、あー、初めての人にも今日は会えるかもしれない。はじめましての方もね、楽しみ。時間まで、11時までには絶対に顔を完成するので大事、はい、よろしくお願いいたします。今はすっぴんですが、皆さんおはよう。どうなんだろう、え、なくなるのかな。もしそうだとしたら嬉しい、お願い。ダミンさん、ありがとう。仕事したことないね。お仕事でしょ。お仕事はないかな、あんまり。
なんか可愛くなった？だって、え？寝起きのすっぴんでそんなこと言ってもらえることある？嘘。朝の顔すぎるのに、え？髪の毛もまだセット全然してない。いやいやいや、サボってる。距離どうなるんだろうね。ちょっと行ってからの楽しみ。はよう。薄メイクでしょ。いつだろう、いつだろうな。なんかメイクさんにやってもらった時とかかな。グラビアの時とか結構薄い時が多いですね。みちに今日会える人羨ま。楽しみや。シュート設置するって記載あるよ。だってさ、だってさ、髪染めて、うん、初めてだね多分。そういうことになりますかね。いや違う、メイクさんにやってもらってちょっと薄いかな多分。自分でやった方が濃いきっと。葵ちゃんさんありがとう。サランラップ推しですね多分。安定に、安定に、そうかもしれない。ファンラップ、グラビアとコアの違う、うん、まあラメを使ったりとかちょっと色を濃くしたりするのは公園ですね。でもグラビアの時とかはこうナチュラルな薄いのがね、うん。ベさんありがとう。ツッキーさんありがとう。タタさんありがとう。ビーバーさん、おいちゃんさんありがとう。昨日も公演が2回公演があってね、若干ちょっと疲れが残ってはいますが、若干の疲れは残っていますが、ね、なんだろう、昨日スペシャルレーン、サプライズレーン、私分かんないよね。葵ちゃんさんありがとう。そうファンクからに、いや舞台からのドンタクからの前夜祭本番当日からの横浜行きのフェスやって、で朝の4時半くらいに起きたのよ昨日。でホテル5時くらいに出発して、でもう始発の飛行機乗って帰ってきて福岡
で2回公演、そう途中寝てもないしね。でまあ昨日帰ってきて、体がまだそう追いついてないのよ、スケジュールに体が体がね ついてってなくて、あの気持ちはついていけてるんだだろうけど、体がね多分ついてて、目撃者前はねそうちょっとソファーに横になってたけど、昼公演と夜公演の間に寝たいって思ってたんですけど寝れなかった、時間がなかった。タータンさんありがとう。そう寝てたって言ってもそんなよ、ファンあその楽屋の外で寝てたってもそんな寝れなかったし、しっかり横になってた、うん、時間まで数十分。ぼーっと横になってなんか目を閉じていたよ。うなぎで食べたい、うなぎ食べたいな。元気復活そう、確かに気持ちだけ責任は運動会の音、確かに気持ちだけ責任ってこけちゃうパターンだ。売れっ子は大変ね、売れっ子ではないんですけどみんなスケジュールがハードですね、全メンバーね。ゴールデンウィークいいことや、葵ちゃんさんありがとう。好きなのにあるんだね、おいしそう。食べたい、愛してる。会社激増しましたね。なんで？してないんだけどな、別に。してないもんあれだけど、してた方がまあ嬉しいけど。そうですか？そんなこんな早朝に、早朝でもないけど。頑張りおめでとう言わない、もういや確定じゃないですよ、まだまだ残ってるから。TH さんありがとう。愛知にしたって、えロック画面本当ありがとう、1404ありがとうございます。想像しているような遥かに俺は嫌な、
いいわ夜桜みたいに、ありがとうかくへいさん、ありがとう。ベさん、ありがとう。今日お会いできる方も楽しみにしております。ではランキングを見ます。13位、大魚さん。12位、ズッキーさん。なんて読むの、企業さんなのかな。11位、大木さん。10位、ペシさん。9位、クロちゃんさん。8位、ひろゆきさん。7位、たかちゃん、かまなしさん。6位、キロッチさん。5位、MJ さん。4位、ドバさん。3位、フォクピグさん。2位、タッタンさん。1位、あおいちゃんさんです。イエイ。ありがとう。みんな、ありがとう。朝からありがとうございます。今日も頑張って。ありがとう。楽しみです。今日明日本当によろしく、来てくださる方いっぱいお話できることを楽しみにしております。バイバーイ、後でねー。